僕に任せて。スクエアス、スクエアス、何か思い出せそうな。じゃあ次を読み上げますよ。マール、何か思い出したら教えてください。あ、はい。それでは、ラブラブ、イチャイチャ、熱烈勝負。え、それってそれって、キャー、アミティのスイッチが入った。ラブラブ勝負ってつまりつまりつまり、キャー、ダメー。結構難しいお題ですね。冷静だな、リンゴ。だってラブラブと聞いて主張してきそうな方々は。リンゴちゃん、一緒に。サタン、真面目にやって。エコロ、仕事に戻ってください。しょぼーん。この通り忙しいですし。強いな、二人とも。サタン様がここにいないなら私には関係ないわね。ルルーもダメか。ラブラブ。ん？フェリー、どうしたんだい？なんでもないです。ならいいけど。ふん、何かよこしまなことを考えていたんじゃないかい？メガネ、絶対絶対ありえないこと言わないで。先輩に対してそんなこと。僕は一回もレムレスの名前なんて出してないけれどね。喧嘩はやめよう。やっぱりまとまらないね。グググググ。そこのみんな、ここのみんな、お困りかな？ジェイ、エル、何かいい案があるのか？ラブラブといえば可愛い双子と、ワンちゃんのことに決まってるでしょう。こら、また愛をからかおうと。いや、大丈夫だ、ティ。愛、平気なのか？さすがにもう慣れたよ。僕もやられてばっかりじゃいないってことさ。わーい、さすが愛。やったー、さすが愛。日頃からジェイとエルとラブラブしてきた成果だね。かかっておいで、いたずらな双子ちゃん。負けはしないさ。調査します。ビューティフォーメイリー。痛いじゃないか。せー、変
下だ。調査しますか。痛いじゃないか。ビューティフォー、ダブルミラー、ワクワク。ビューティフォー、やはメリー。チェンジ、変化だ。さてさて、痛いじゃないか。さてさて、エルのせいだ、ジェイのせいだ。重力を味方にできたな。負けちゃったね、エル。負けちゃったね、ジェイ。アイ、すごいじゃないか。ピピピピピピ。もう怖がりは卒業。キュー。ピ。あああああ。放っておいてやってくれ。だいぶ無理をしていたようだ。ああ、わかった。愛のことは任せろ。あ、マル、どうした？ああ、すみません。ぼーっとしておりました。あんたのためにやってんだから、シャキッとしなさいよ。ごめんなさい。エス、そんな言い方はないだろう。でも気のせいかもしれませんが、皆さんの勝負を見ていたら、何か心に感じるものが。本当？やったね。じゃあこの調子でどんどん行こう。可愛がってあげる。マールの記憶を取り戻し、みんなの力も鍛えるために、 SAKU SAKU、行くんだよ。テンションが上がっているな。普段見られない対決ばっかりだからね。次はゴージャス美脚の美女対決。話が早そうなやつ来たね。というと？なるほど。今度こそ出番のようね。私を呼びましたかしら。この強く優雅で美しい世界一の美脚を誇る私のことを。圧がすごい。前々から思ってたけど、ルルーとラフィーナって似てるところあるよね。おほほな感じのところとか。それもあるけど、努力家で自信家で、実は魔導の力が。アルル、アルルさん、どうでもいいおしゃべりはおやめなさい。そうだね。それでは張り切って言ってもらいましょう。この美貌にかけて、この気品にかけて、
勝負ですわ。
の鉄拳いかが？なかなかやるじゃない。次はありませんわよ。ガシ、握手した。なんかありもしない夕日が見えます。友情。そう、私はスクエアスと友達だった。唯一の友達だった。マール、あなたを信じています。私の力になってくださいと。記憶をたどっているみたい。なんだか話しかけづらい雰囲気。何か思い出しかけているんでしょうか。俺が相手だ。うん、何か見えます。あれはスクエアス。でもなんであんな。マール、続けましょうか。大丈夫なの？グググググググ。どうかな。次のお題は静かな対決。なんだその、今までのお題に比べて投げやりな。ティー、やれば。なんでだ。ティーってほら、テト号艦長でテトリス王者なんだよね。ああ、まあな。そんな華やかな肩書きを打ち消すほど結構地味な感じだし。地味って言うな。あ、気にしてた？していない。していないって言っているだろ。うん、分かってますよ。ごめんね。それじゃあね、それじゃあね。相手はシグ。やってみようよ。ああ。だってシグっていつも静かでワイワイしてるみんなの中では落ち着いてると思うんだ。ぼーっとしてるだけじゃございませんの？そんなことないよね、シグ。シグにはきっと深い考えが。ごめん、聞いてなかった。シグ。まあ、カードは決まりましたね。とても落ち着いているティーと、主張が薄めの水色の少年。ファイ。じゃあ、やるか。やるのか。ああ、ビビなんだっけ。
ールド。やあ、いつでも受けるよ。手合わせありがとう。楽しかったよ。そうか。コメントをひねり出さなくていいと思うよ。デリカシー。ごめんってば。でも今気になるのはマールですよね。ああどうかなマール。ええ、思い出しました。本当に言うのが怖い。でも言わなくてはなりません。少しお時間をください。マール、Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.